台風14号に関する最新情報をお伝えします。まず現在の台風14号の様子、気象衛星ひまわりの方から見ていきたいと思います。こちらの方を見ていきますと、現在台風14号は台湾海峡にあります。まだ渦の方はかなりしっかりとしているような状況となっています。台風の現在の位置、今後の進路になります。現在5日21時現在ですけれども、強い台風14号は台湾海峡にあって西に15キロで進んでいます。中心気圧が975ヘクトパスカル、最大風速は35メートル、最大瞬間速度は50メートルです。まだこの時間ですと先島エリア、こちらの方はまだ強風域内にあるということもありますので、風の強い状態はまだしばらく続くというふうに見ておいてください。またこの台風14号に関してはこの後ですね、南シナ海の方に進むような状況となり、ゆっくりと進んでいきます。その後衰弱し、8日21時には南シナ海で熱帯低気圧に変わるものと予想されています。今夜のうちはですね、まだ先島エリア波の高い状態が続きます。風もやや強めといった状況となっていますので、そのあたりは十分注意をしてください。以上、台風14号に関する最新情報をお伝えしました。また台風など詳しい情報はアプリウェザーニュースもご覧ください。